日の影町の頑張り屋さんを探すガチャロッカ。前回は CM 出演で県民の気になる存在になっていたあの男性の元へ。日の影。あ、それそれそれ、そう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 。私はあの日の影町の地域おこし協力隊で、去年の2月から、働いてます。日の影の地域活性化のために頑張っている人物だった。そして日の影中学校では頑張り屋さんの陸上部員と出会いました。中大連で1位取りました、はい、おーすごい。 100m で2位でした。すごいじゃないですか。 100m ハードルで1位でした。おーハードル1位。苦しい砲丸投げで1位でした。おー、今週はどんな頑張り屋さんと出会うのか。さあ、日の影町の頑張り屋さんということで、アートの分野での頑張り屋さんがいるという情報を得ましてやってまいりました。こちらの方はそうなのかな。こんにちは。こんにちは。こんにちは。すいません。はい。あの日の影町で今頑張り屋さんを探してるんですけども。はいはいはい。アートな分野での頑張り屋さんがいるって聞いたんですが、これですか。卵の殻で絵を描くというか、卵の殻を使った何か作品を作ってらっしゃる方がいる。そうです、そうです。それがお父さんの同級生です。同級生はい、はい、どちらにいらっしゃるんですか。あ、そちらの方に。こちら。はい、どう。何人かいらっしゃるような。すみません、ちょっとお邪魔してもよろしいですか。失礼します。ちょっとなんか、はい、すみません。盛り上がりそうな今から盛り上がりそうな感じの雰囲気ですけど、しなべもあります。しなべもあ、なんか今日は集まりですか。はい、今日は同級生のですね、はい、あの定例会です。同級生の定例会。飲み方ので、そのアートな世界の頑張り屋さんというのは、もうカレーが、あ、すみません、はい、どうも、はじめまして、よろしくお願いいたします。よろしくお願いします。なんか卵を使って作品を作ってるというふうに聞いたんですけども。これですけどね。あ、あ、これですか。あ、すごい。え、なにこれ。え、この、あ、細かくこう貼ってあるんですか、はい、これ。これ一個一個が卵の殻なんですか、はい、うわ、すごい。こんな細かくこれ砕いた卵から、はい、色をつけてこう砕く感じですか。そうです。丸いのにね、糊をつけてですね、はい、これを割りながら貼っていきます。あ、さらにそこから割って細かくして、 うわー、すっごい細かいですね。ミリ単位ですね。これじゃあ作るのにどれぐらいかかるんですか、一つの作品。以前だったらあのメガネかけなくてよかったからですね、はいはいはい、だいたい1年ぐらいできたんですけどね、うんうんうん、最近はなかなか進まないんですよ。ちょっと以前早い時でも1年、うん、この広さだったら。なんでまたこういう作品を作ろうというふうに思われたんですか。あの怪我してからあの字を書く練習で始めたんですよね。佐藤さんは23歳の時に不慮の事故で全身麻痺に。そのリハビリの一つとして取り組んだのがこの卵の殻に色をつけて貼り合わせていくアート。これまでにふるさと日の影の絶景をモチーフにした作品や知り合いの結婚をお祝いするものなど110点を制作してきました。そして今取り組んでいるのは、これひょっとしてモモクロですね。そういうことですか。なんで今はこのモモクロなんですか。ファンだからです。シンプル、シンプルなこと。それはそうですね、うん、好きなものを好きなアイドルをこう作品にしたいということですね。いかがですか、皆さんからご覧になって。あ、素晴らしいですね。ね、あの元は何、20、30年前だったかな、あの延岡で古典ですか、うんうん、あれをやったんですけどですね、あの同級生が、うんうん、あの頑張っているところをあの皆さんにね少しでもあの勇気を与えたいなと、うんうんうん、
もうやはり年を取るにつれもう60過ぎてますからね、集中力がスライディングと励まして恋してやってるところです。もう昔から大好きで彼の作品もらったりもしてるんですけど、すごいなと、友達ながらすごいなと思います。お家にもこう飾られたり、あ、職場にちょっとでかいのをもらってですね、神楽の絵なんですけど。へえ。今後のこのアートの目標というか、中学母校のですね、昔のそこの絵を貼ってるんですけど、まだ途中なんですよ。還暦の同窓会の時に完成する予定だったんですけどね、はいはい、間に合わなかったから今度は65ぐらいでいいかなと思ったり。ちなみに今失礼ですが、おいくつ？63か4ぐらいじゃないですか、ね、じゃああと 1,2 年で完成させれば、はい、いや多分無理やからですね。これがあるから、これ解散してもらうと困りますから。そうですよね。乾杯。乾杯。実は日の陰の食材を使って頑張ってる人がいるということで、こちらの建物の中にいらっしゃるそうなんですね。はい、こんにちは。どうも、すいません、はじめまして。はじめまして。日の陰で頑張ってる方を探してたどり着いたんですけれども、ちょっとなんか中の方で何か作ってらっしゃるということで、はい、見せていただいてもよろしいでしょうか。はい、どうぞ。失礼いたします。あ、どうも、こんにちは。あちらの方は、あ、妻です。あ、奥様ですか。すいません、お邪魔いたします。あれ、いきなりここにちょっと出ちゃってました。食材というのはやっとして、これですか。はい、日の陰の栗になります。栗を使った甘露煮を作ってます。今甘露煮なんですね。はい、いつから作ってらっしゃるんですか。もう3年、4年ぐらい前から。ちょっと今そのもの自体はあるんでしょうか。ですね、はい、完成品自体は今はないんですけど。いいですか。はい、そうか、全部今出してしまってですね。岡田さんが作る日の陰栗の甘露煮がこちら。味はいいけど傷が入ってそのまま出荷できないものを買い取って加工品にしているんです。ちなみに、はい、その甘露煮自体はどこで買えるんですか。延岡 の、はい、お菓子屋さん、虎彦さんというお菓子屋さんで、どら焼きだったりとか、栗の破れまんじゅうだったりとか、はい、モンブランの飾り付けだったりとかに使ってもらってます。評判の方はどうなんですか。あ、もうたくさん好評いただいて、はい、どんどん作ってくれと言われております。でも、もともと日の陰の方なんですか。はい、僕はもともと千葉県出身で。はい、千葉から。はい、10年前に日の陰に行きました。日の陰の人やさまざまな食材の良さに魅せられ移住した岡田さんは、高千穂出身の咲さんと出会い、今年4月に結婚。現在ご夫婦で春夏工房テラスという会社を運営しています。ご主人どこが良かったですか。もう一目惚れで。わあ、ごちそうさまです。甘いな、甘露煮よりこっちの方が甘いな。そうですか。じゃあ今もう幸せそうですもんね、今ね。じゃあ改めて今後のなんかこう目標だったり夢なんか。まだまだ自分この家族じゃまか、注文に間に合ってないっていう現状があるので、うん、やっぱりこの地元の人を雇用してまだまだ地域を盛り上げていきたいなというふうに思ってます。わあ、素晴らしい、はい、ぜひこれからも頑張ってください。はい、ありがとうございます。ありがとうございます。いや、でも食べたかったな。この後、自らの手で山を切り開き、ね、牛を育てる頑張り屋さんが登場。さあ、日の陰の中心部から山道を上がってまいりました。空が近いですね。結構上がってきましたけど、ここにも頑張り屋さんが
いるということなんですね。もうあちらに待ち構えてらっしゃいますね。どうも、はいはい、お疲れ様です。こんにちは、お邪魔いたします。お疲れ様です。結構景色もいいですけど、山入ってきましたね、ここね。マチュピチュとは言わんけど、かなり超過疎の集落です。ここであの頑張り屋さんということでよろしいですか。頑張り屋さんかな。はい、今何をしてらっしゃる方ですか。そうですね、はい、あの牛、和牛の繁殖系をやってます。でもここで農場をするっていうのはなかなか大変だったじゃないですか。そうなんですよ、こんな狭い土地じゃし、うんうん、なんかいい方法ないかと思って案内してから放牧場を開いてですね。放牧場を開いてっていうのは、あそこの山とかを。そうです、これが前はあれだったんですわ、はい、もう山林、山林やら毛草地区やらもう雑木林。あ、木がいっぱい入ってたんですか。もう、もう木だけです。全部きれいに切り払って処分してあの牧草を植えたんですわ。ああ、だから農場を作るために頑張ったということですね。頑張り屋さん、ここで。獣医師として地元の JA に勤めていた岩田さんは、定年退職後、実家の裏山を10年かけて切り開き、甲子園球場2個分の放牧地を作り上げました。そこに毎朝20頭の母牛を放牧しているそうなんですが。おー、来た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 。うわー、道路脇の草を食べながら悠々と、ちょっと怖いな、道いっぱいに道いっぱいに来ましたよ。すごい。え、何と来ますかこれ。続々と牛たちが迫ってくる。もう慣れてるんですね、みんな。もう慣れてますよ、もう全然大丈夫。すごい、うん、みんながこれ見ると癒されるーって。いや、本当ですよ。なんかこんな光景見ることないですもんね。ないですね、普段。ああ、これなんて名前つけるんですかって。山岳和牛ですわ。山岳和牛。山岳民族ならぬ山岳和牛。いいですね、面白いな。私の場合はもう畜舎では牛さんはやらずに、全部勝手に自分で歩いていって自分で食べなさいと。そして糞の始末も自分でこうあちこちに牧草の肥料として置いてきなさいと。はい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 、はい、だから全然もう餌もやらんですよ、糞の処理もしない。あ、もう任せて。任せて、牛の自然に任せて。はあ、すごくこうストレスなく牛も生活できそうな感じがしますね。やっぱり子牛の質にも変わってきますか。だから非常に あれがいいですね。繁殖成績とか牛の単位して、今18頭牛がいるんですけど、親牛が、うん、子供が19頭いるんですわ。18頭で、あれ19頭。はい、1頭多いですね。1頭多いし、もう1頭もうすぐでくるんですけど、はい、もう20頭になりそうです。2頭ほど多くなりそうです。あれ計算合わないです、ね、合わないでしょ、合わないでしょ。はい、双子ができてるんですよ、双子が。双子、はい、牛も双子ってあるんですか。 ありますよ、双子はありますけど、はい、非常に稀なんですよ、牛の場合は。けどこの子たち、はい、双子の子牛。はい、双子の子牛。え、この子たちはいつ生まれたんですか。これが8ヶ月前。8ヶ月前。はい。あ、双子だけにやっぱよく似てますね。わー、えらく詳しいじゃないですか。さらに驚きの事実が。あら、あ、こっちはまた可愛らしい。これこの前できたばっかり、1ヶ月経ってないですね。生まれたばっかり。はい。ここが一組。え、こっちも双子？はい。何組いるんですか？だから3組です。3組。3組。だから母牛の頭数よりも子牛の頭数が多いというのは。そういうことですね。この子たちも双子。はい。そっくりですね。
だから経営効率的にはものすごいいいんですよそりゃそうですね2年分をいっぺんに1年で取るから1頭が2頭産んでくれたらしかも3組いた3組これ母牛は全部違うってことですよね。あ、もちろん違います。わーすごいな。多分こういうのは まあ珍しいでしょうね。珍しいですね。双子の牛が3組いることがどれだけ珍しいのか専門家に確認してみることに。もしもし、あの UMK のアナウンサーの佐々木と申します。あ、おはようございます。おはようございます。すみません、お世話になります。あの牛の双子っていうのはやっぱり珍しいんですよね。そうですね、特にあの黒毛和種っていうか、まあ、肉用牛の場合は、双子になる確率が非常に低いので、はいはい、珍しいと思いますね。それ珍しさで確率で言うと例えば何分の1とかいうのあるんですか？はい、あの農家さんの状況によってもちょっと異なるんですけども、はい、あの一般的にはですね、あの 1% には満たないっていうふうな形で報告が上がってますね。 1% に満たない？そうなんですよ、はい。え、じゃあそれが同時期に3組、はいはい、だから3頭から3組双子が生まれるっていうのは、僕も経験したことがないですね、そういう形っていうのは。先生も聞いたことない。またあの双子の場合ってその、無事に生まれてくる確率もまたちょっと、一頭で生まれてくれるよりも、まあ、危険じゃ危険なので、はい、無事に生まれて、まあ、あのしかも元気に育ってるっていうことであれば本当に非常に珍しいんじゃないかなと思いますね。合わせて。ありがとうございました。失礼いたします。ありがとうございます。どうもありがとうございました。すごいですね私も40年ぐらい繁殖やってるけど、はい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 、初めてですもんね。100分の1がね3組でしょ。じゃあ3組ってことは100の3乗分の1ってことですかね。そういうことですね。100万分の1ちょっとあの宝くじ買いに行くの使ってもらっていいですかいや一緒に買ったらなんか当たりそうな気がしません？日の陰で双子が3組頑張ってます。頑張ろう。